本当に君はうるさいって言うんですよ。免許ぐらいがなんだ。いやだってすごいびっくりしたんですよ。そんなこと大丈夫だ、まだ取れば。いや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 、めんどくさいですよ。めんどくさいですよ。めんどくさいですよ。大丈夫だ。まあ大丈夫なはずだけど、僕らの時の感覚で言ったら、まあ更新日を過ぎてたそうで、はい、うん、半年は大丈夫だったはずだけど、まあそう言ってて亡くなってると面白いね。ちょっともうものすごい、そんなこんなもう杓子定規に厳しくなってたら法律改正されて、はい、そしたら免許ないですよ。僕免許ないですよっていうか、でもそろそろ君もうね、はい、免許ない方が幸せかもしれない。若干そんな気もしないではないですね。どうしてくれましょう。よかったですね、バンパー売り切れて。そうですね、みんな悪い念がそちらに行きましたよ。参りましょう、2ヶ月水牧場さん、はい、原水回し改めメガネの人、スタッフの皆さん、こんばんは。おかえりなさい、日村少佐な、原水の耳はロバの耳さん、公演お疲れ様でした。そうでしたね、はい、前半のシリアスシーンの後半のドタバタの具合の差が激しい式典でした。皇帝陛下の猫ちゃんのいたずらのおかげで猫耳の原水を見ることができました。猫じゃらしにじゃれてみたり、にゃーって泣いてみたり、猫耳原水が可愛くて萌え萌えしました。あれはなんかトレーディングカードのレアカードになってたそうで。なってましたね、うん、そう、メダルの可能性ゼロっていう。もう今もう難しいネタになってたねっていう。あまあジャストオリンピックだったんだけど、そうですね、うん、なぜ猫でメダルの可能性がゼロなんだろうっていうのは分かりづらい状況にはもうなってたな。あ、うん、まあギリギリ、うん、はい、カンボジア国籍を。真島少将のガイドで元帥が描いた魔女の絵も斬新すぎて大爆笑でした。ほうきが横で魔女が盾ならサーフィンぐらい思いつきましたが、まさかほうきが魔女に刺さるとは。夜公演の魔法の薬を飲むシーンでも一瞬ライトがついたのは演出なのかトラブルなのか思わず笑ってしまいました。あれはね、照明がよくやるんだよ。本当にあれ多分よくやるんだよ。あれがあるから、はい、あれがあるから真っ暗になったって気抜けないんだよ。ああいう時はなかなか暗転に行かないっていうのがある。飲み切るまで暗転に行かないっていう。先月に続きおなじみになりつつある昼公演のオールナイトもちょっと楽しみになってます。中堅幹部会議はこなれていない方が面白いと思うので、ずっとこなれてない感じでやってほしいです。どうだったんでしょうね、先月は荒木次元大のオールナイト14をやらせて、今回この回は日村健二少佐のオールナイト、そうですね、そうですね、荒木次元隊のオールナイト中盤と、はい、あ、でも幻想論を使いすぎると幻想に怒られるんじゃないかなと思うので気をつけてください。帝国歌激突の話とその後のコマーシャルで出てきたヘッドライトが衝撃的すぎて、真島少将、いや、メガネの人、本当に気をつけてくださいね。だからこれ今君の見えざる大きな力、大いなる意志が免許更新に行くなって言ってるんだよ。手放せと、それを。助かりたかったら。このまま行くとまずいと。そんな衝撃のヘッドライトも登場する CM を担当した真田大尉、黒崎中尉、尾藤翔尉が個人的に今回の MVP でした。黒崎中尉の怖いですよと可愛く咲いたバラがとっても可愛かったです。木津彦様と伊賀さん人のやり取りも面白かったですね。真田、黒崎、尾藤のサンバカトリオっていうのは、ええ、こっから本当に生まれたね。そうですね、元帥までも、うん、うん、まあ MVP でしたって、ここではまだ多分まだ入れてなかったと思うけど、市民報告書にも、はい、先月から、はいはい、今回の MVP を選びましょう、変わってるんだよね。お、市民報告書も今まで好きなリッターを、はいはいはい、それとまるでごひいきなリッターをみたいに聞こえるから、あ、そうじゃなくて今回活躍、今回この人に MVP あげてもいいんじゃないですか、はいはい、っていうリッターにちょっとこうやってだんだんなんて言うんでしょうね、こう民主的な、だんだん議会派が台頭してきております。そうですね。はい、今回 MVP 誰だったんだろうな。まあちょっとそういうのもいずれきっと発表することになりますから。そうですね、はい。
20年前のアーシャも披露した夜桜少々のプロデューサーぶりと、釧路大佐の銭形警部のハマり具合もツボでした。見てない人は何が、この短い間にいろいろ何が起こってるんだろうっていう。確かに20年前のアーシャはなかなかすごく素晴らしかった。そうですね、初めて見ました。ずーっと言われ続けてて、あー真島少々の藤子ちゃん、藤子ちゃんは最後に散々打たれてましたが、まあ仕方ないですね。テレフォンは1回も繋がりませんでしたが、飛んできたチョコはゲットしました。こうやって今全く見てない人でこうやって聞くと、一体何やってんだろうっていう気はするね。しますね。ちゃんとこれストーリーやってんのかなって、遊んでばっかりませんかっていうふうに聞こえるような。確かに聞こえますね。ちゃんとストーリーありますから。これだけのことを一個のストーリーで繋いでるんだぜっていう。そうなんですよね。ある意味すごいことだよ。はい。ねっていう自分でフォロー入れたところ。今回は特にそれぞれキャラが立ってましたね。1年前は新人だったリッターの成長ぶりを感じる式典でした。そういえば今回の主役のリッターは、毎回主役のリッターは元帥チェキに参加されてましたが、今回は傷彦様に持っていかれましたね。やはり日村翔さんは運のない男なんでしょうか。っていうか、まあ、キズヒコ様がね、キズ様が出てくるのは後半なので、前半をつなぐ人間が必要だから、日村でいいやっていう。日村にとっては、はい、名前とは全く逆で、温めておきましたって役なんで。あ、なるほど、なるほど、そう。日村の場合は、まあ、冷ましておきましたなんだけど、あ、そうですね。ちょっと冷やしておきました。どうぞ。ね、後半打って変わって全く活躍しないっていう、あんだけやっといて全く活躍しないのが面白いな。そうですね、最後の最後に出てくるって感じ。はい。そんな日村少佐と涌井少佐の夢の共演も見てみたいです。うん、あそこは2人でセットだから仕方がない。ちなみに出来上がった時期は傷彦さんのオーラに圧倒されたようで、ド緊張した顔してました。今回お買い上げありがとうございました。100円リッターも参加いたしました。と、こう感想書いてると、あれもこれも思い出してキリがないので、これくらいにしておきます。これでもだいぶはしょりましたよ。でもまたすぐ入国できると思うと、毎日ニヤニヤしながらお仕事をしてます。では月末にお会いしましょう。会えたんでしょうか。すごく素晴らしい。もう全部読み切っただけで時間オーバーいたしました。長かったですね。まあでも結局、はい、それだけ書き切って、はしょって書いても、語っても、これでも収まらないぐらいの、2時間ちょいの式典でございますよ。よかったら皆さんも見に来てください。そうですね。まあまあ先ですけど。まあもう2週間か3週間か。もうそのもんですよ、うん。はい。ぐらいですから。はい。まあ来週末ぐらいには、イフもありますので、よろしかったらお越しください。暑い夏乗り切っていきましょう。お相手は元帥こと靴本修正と、マーシーこと真島新太でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。